陸上の小田美清記念国際29日広島広域公園陸上競技場で東京五輪選手が大苦戦を強いられたパリ五輪イヤーの国内初戦を迎えた男子100メートル日本記録保持者の山形亮太成功は同種目予選の3組に登場4大会連続の五輪出場に向けてを見せたいところだったが 10秒58、向かい風04メートル、で組3位だった。B 決勝に回ったが、右足の違和感で危険を余儀なくされた。山形と共に東京五輪を経験したただ修平、住友電工、は同種目の1組でスタート直後に右足の肉離れを起こし、途中棄権。その後は車椅子で退場した。 3月の世界室内選手権60メートル予選で日本新記録の6秒52を記録するなど、調子を上げていただけに大きな痛手となりそうだ。心配の募る内容に陸上ファンからはただ選手、右ふくらはぎ肉離れか、6月の日本選手権に間に合うかどうか、4次の選手層が危機的状況になりそうで心配。 少し先行き不安であるなどの声が上がっている。